おーおお。一枚ずついきますね。うん。君リグダ。この次ですね。そうです。うわ怖い。怖いっす。三、二、一。どうも遊びクラブです。今回はシャイニートレジャー、ハイクラスパックの4ボックスリベンジマッチ3回目ですけどやってきます。お願いします。はい、じゃあ今回は部長と青木さんとあやちゃんとマネージャーのももちゃんで会議やってきます。遊びクラブペーパー欲しい。じゃあペッパー出たら青木さんにプレゼントします。いらない。え欲しくないですか。欲しくない。ずっと開けていきますね。ちゃんと横出してよね。すいません。2個ずつか。1じゃない。なんもいないですね。ここはゴミ捨てちゃって。え、でも可愛い。いや捨てないですよ。あ、P 可愛いじゃないですかね。どーっと。ここはないですね、うん、もうあの、はい、ダブル R とかのやつは、はいはい、見ないで。見ない見ないけど。耳だよそれ。ここもいないっすね。え、もういなかったらバーンと置いちゃうんすか。うん、そうそうそう。あ、ミライドンいます。ミライドン、これ、いやいや、ミライドンもなんだかんだですから。ゴミでしょ。いやいやいや、 S いいよ。ソウブレイズの S、 S いますよ。で、こっからあれですもんね、ピカチュウが出るわけですから。どうしてよ。ノーマル、ノーマル、ノーマル。ってくると、ノーマル3枚で、はい。で、次、レア、レア、で、ミラー。はい。これが、レアの次に、はい。違うのが来ると、へぇ。楽しんで。あ、ここ、あ、います。いません。なんなん。え、あ、かわいい。ハッピーレイ。ハッピーハッピーレイヤー。かわいさ求めてるね。いやいやいや、かわいさもやっぱ求めないと。人影とかかわいいじゃないですか、うん、あ、ネストボール欲しくないですか。いや、本当ですか、うん、ネストボールめちゃめちゃ使えるんですよ。いっぱいある。あ、いっぱい持ってるんですか、うん。緑のボールでしょ。そうです。あ、キラキラしてる。え無言とかやめてよ、はい、あ、あじゃないよ。そうなんですよ、こういうのはよくあるんですけど。うん、はい。うわテラスタルか、テラスタルの SDR な気がしますね。テラスタルですね。よかったよかったよかった。あ、じゃあじゃあじゃあ。じゃあ次に。おおおお。SA じゃないですか。ここからですよ。いいよ。ダメですよ、絶対見ちゃう。いいよ。違うね。はい、じゃあ行きまーす。何？いや、SA じゃないのかな。SAR だよ。SR だよ。ああ、見よ。でも、え、でも SSR 一枚も来てないんですよ。 SSR がない箱ってないですもんね。ない。そうするとこれ SSR じゃないですか。はい。お、サーナイト。あ、一番いいじゃないですかね、 SSR で。終わりです。はい。ゴミではないです。あ、ちょっとお願いしていいですか。じゃあ何を。ベリベリを。いいよ、はい、あれやれよ。はい、ペリペリが、ペリペリ。あ、ここにいますね。何が SR っぽいっすけど。 SR と SSR って分かんなくない。ちょっと避難しときます。雑だね。あの、ゴミ捨てちゃって。でも可愛い。大丈夫です、この辺はカットされますから。あ、はい、大丈
大丈夫です。じゃあ俺たちの声入んねえじゃん。いやいや、あのいいところだけ切り抜いてもらえるんで、あの音声もここは大丈夫ですね。ももちゃんカットするって喋ってよ。お、ピージョンの S。 今のカットカット残してね。はい。ピージョン1000円ぐらい。あ、マジっすか、そんなするんすか。すごい、やっぱ S 今回高いっすよね。パオジアン、いいじゃん、WR とかも。いや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 、あ、セリーですか。いや、なんかもうみんな可愛いっすね。知ってます？知らない。宮崎駿。何言ってんの。え、これ本当ものすごい。いや、本当宮崎駿感があるんですよ、それ。バフィルト？はい、の絵がなんか分かりますよね。すごい。青木さん宮崎知らないんじゃないですか。駿だろ。そうす。知ってますか。知ってるよ。駿知ってますか。なんか見たことあります？駿の作品。全部見てる。全部っすか。あ、え、これマジでありますよ、じゃあ。二枚箱っす。早押すね。いきます。早っ。ミミッキー？こっちでした。あー。ミミッキーいいじゃん。すいません。あ、ほんとだ、ミミッキーだ。あれミミッキーだ。これいいっすよね、S。あ、頭おかしいの？いや、この次見ちゃったんすよ。どれ？ミミッキーの方がいいっすね。いきますよ、せーの。あれ？何やってんの？あ、それ、いいんじゃない？え？いや。そうなんすよ。ほら、やっぱり順番狂ったもん。あ、やっぱそういうのあるんすか。学生来ましたけど、ミミッキュの方がいいですよね。このミミッキュの方が良くないですか。いや、多分パルデアのが。あ、そうなんすか。ちょうだい。ダメです。すぐケチ言われちゃうんで。あ、じゃあそうすると、じゃあ向こうは SSR ですね、うん、あの UR マジで引いたことないんですよ、うん。さすがに3枚箱ってね、あれ聞いたことない。ないっすよね。ここはないっすよ、ね。いいよ、めくらなくてね。いやいやいや、やっぱりもうここでめくらなかったら、ちょっとカットカット。売ったんじゃねえあいつって思われても嫌なんで。売っちゃえばいいっすよ。いや、売らないっすよ、絶対。はい。そこはもう、ミミッキュの S がいいっすね。へぇ、はい。全然気づかなかったっすけど。それでいいね。はい。いや、いります、いります。でも SSR ですかね。でも SSR の裏に、はい、SAR 結構ある説。あ、本当ですか。全然。これくれ。あ、マスカーニャまだいいんじゃないですか。ゴミじゃん。え、ゴミ？600円ぐらい。あ、でも600円はいいっすよね。だってワンパック。え、ワンパック500円ですか。うん、そうっすよね。高っ。ここにナンジャもいるんで、三ボックス目いきます。ナンジャも今おいくらぐらいですか。3万。わ、え、安い。あ、そんな下がっちゃったんですか。3万円後半。うわ、ガチで買った方がいいっすね。うん、父ちゃん欲しい。あれ、いらないの。なんで今チャンスだって。何が。な、何買ってくれるチャンス。だって青木さんケチじゃないから。あの、もう買わない。ケチじゃないから。ケチじゃないけど、もう買わない。もう無視したから。無視無視。ももこ。ももこ、ももこ。ほげーた。ももこね。ももこね。ももちゃん終わったよ、今日で。ももこだ。ももこ、ももこで。無言でめくんなよ。はい、すいません、雪の王いました。あ、サーナイトのダブルレ、はい、一か月状態に乗りすぎた。ここになんかいますね。はい。SAR しか出ないのに。え、でもあれモンスターなんですよ。あ、安いんですよ。モンスターの SA だと、本当500円とかしかしないような。ちょっとやっぱ VU には違かったんですよね。はい。VU の一番のあたりは誰ですか。 VU はやっぱ AR ピカチュウですかね。 AR ピカチュウが一番の、2番目がカイの SAR ですかね。はい。リザードン見てみたいですけどね。どうやってリザードン出たんですか。
通に似てたんですか。なんか他に出し方あ、ミミッキュ出ました、ミミッキュ。かわいい。あ、どうぞ。昔なんかちょっとなんかいらだってる人とかいると、どうどうって言いませんでしたか。言わない。言わないですね。はい。はい。落ちてるやん、負けるやん。いやいや、え、マジで何も出なくないですか。いないっすもん。じゃあ SS っすよね。多分。やばい。S 入ってんの？そうっすよね。うわ。S もいないっす。うわ。SS っすね。やったな。うわ、やったっすね、これ。うわ。何だと思いますこれ。SSR。出てきたっす。キラフを誰ぞ。うわうわっすねー。生じゃん。まだ中根ちゃんの方がいいですよね。え、イオンボックス目です。ペリペリ言ってよ、ももちゃん。ももか、ペリペリだぞ。大丈夫、カットするから。一緒に言う、一緒に。はい、ペロペロペロあ、ペリペリだよ、早く。いや、マジでこれ、ペッパーすら出ないっすよ。ペッパー出なかったら120万だ。ちょっとよくわかんないっすけど。もう120万隠すっすよ。ああ、2枚。あ、人手間の S が出ましたよ。何言ってんの？人手間の S 激アツじゃないですか。いやー、これ怖いっすね、もう本当に。SR なしはきついなー。これ SS、 これ SS 来ました。あ、絶対見ちゃダメっすよ。見ないって。絶対ダメっすよこれ。なんじゃもんっすよ、マジで。なんじゃもんっすよ。あ、SSSS 絶対ペーパーチャンスだね。いやいやいや、マジペーパーチャンスじゃん。え、生ペーパーっすか。生ペーパー。なんじゃもっすよ。え、なんじゃも。いや、引くときに引くんですよ。今までここでもっと黒かった。黒かったっすか。じゃあ俺、審議だけは立ってお AR すごくないですか。パンもお、すげえ、すごいですよね。パンもに立ってたんだ、やっぱりこれに。これもすごい、かわいい。これかわいいですよね。はい、かわいいっす。あれあります。なんじゃも来た。え、ここでここでなんじゃも引いたらマジヤバくないですか。あー、 SS ありますね。大丈夫です。これでもう2枚箱確定なんで、ありがとうございます。タコ、タコです。はい、クラゲ。タコ、クラゲじゃん。クラゲでした。タコポンネギまみれいきますか。一番の見せ場、はい、1枚ずついきますね。右札、レーズン、カニちゃん。ペパー言ってよね。いや、マジ怖いっすね。ペパー言ってよね。イルカマン、次ではないですね。この次っすね。そうです。うわ、怖い怖いっす。サポートかどうか見ますか。うわー、これペパーチャンスです。いや、もう行っちゃっていいっすか。行っちゃっていいっすか。お願いします。3、2、1。ネモーネモーまたネモか。はい、今回の開封結果こんな感じです。ネモーでした。そこがつまんないんだよ。はい、もうそろそろちょっとリベンジは諦めようと思います。シングル買いします。します。じゃあまた見てください。ペパー、ありがとうございました。ペパー。